おはようございます。私は今福岡国際空港にいます。1年半ぶりに久しぶりに釜山の方に行っていきたいと思います。釜山は多分7回か8回目くらいです。楽しみです。行ってきたいと思います。姫空港に到着しました。今からタクシーでホテルまで向かいたいと思います。まあなんでタクシーかっていうと、あの空港じゃなくて飛行機が遅れちゃって時間があんまりないからです。タクシーで移動してます今。あと何分くらいかな。あと25分くらいかな。ぜひ飛ばしてほしいですね。やばい、風強い。ホテルに向かってるけど風強すぎてやばい。でも涼しい、暑いよりいいよ。ここにロッテ見えてるんですけど、今日はこのホテルにしました。近くてよかった。そう、マジで懐かしい。このね、南浦駅の7番出口から出たら、もう、なんていうの、洋服屋さんとかカフェとかブワーって並んでるから、7番出口から出てくるのがおすすめです。結構変わったかもしれない。まだ埋まってないお店が。スカスカ。じゃーん、到着。みんなお腹空いたので一番にナッコプセの有名なケミチップに来ました。ね、なんかもう何が人気とかわかんないじゃん。だからとりあえず一番人気なのを聞いてそれを頼んでみました。そう、来たのはもうこれね。でいっぱいなんかもうご飯と海苔とか、なんかもう周りのサイドみたいな韓国あるあるでいっぱい出てきてくれて、本当にもうママ必ず写真撮るわけだから、まあ決めてた状態って感じでね。あそこのセルフバーのところで、この周りのいりことかキムチとか海苔、韓国海苔とか、あともやしナムル、大香りできるから本当に最高で、ここめっちゃ美味しかった。美味しそう。全部さ、店員さんがお世話してくれるからもう食べるだけ、待って食べるだけ。もうグッチグチでもうできましたね。これ食べ頃なので食べていいよって言ってくれました。ラッコプセをご飯の中に混ぜ込めました。なんかキモいな。これ本当にやばい。飛ぶほど美味しいから絶対行った方がいいと思います。ケミチプ本店南浦丼にあります。これ聞こえてんのかな。やばい。でこうやってキムチとかも海苔とかも全部あっちでおかわりできます。辛すぎて完食できませんでした。あれ人？え、人だよ。え、だって海外なんだけど、このプサンタワーのさ、ところに清掃中なのかな、なんか人が垂れ下がってて、これ入るの何も変わってない。あの、私はあの写真を撮ってました。ね、笑わないで、撮りながら、ねえ、やばい。人ぶら下がってる、うん、人ぶら下がってる。お仕事中だよ。怖っ。
ね、換金所が全然見当たんないんだけど、早く買えなきゃお金、何も買えないわ。ビフ広場に着きました。いつものホットク屋さんに、お決まりので、これもうこのね、私はなんだっけ、種が苦手だからここはないのね。だからこっちのね、種なしが最高で、ここが一番美味しいです。どこ食べたらここが一番なので、結局釜山のビフ広場に戻ってくるんですよね。そう、目の前に焼いてくれるんだよ。やばい、もう今編集してるけど超食べたくなってきた。もう食パンみたいでーよ。絶対に暑いんですけど、うん、絶対に暑いよ。換金しますよ、今から。今日のレート9050でしたね。え、食べた？うん、美味しい。おいしい、やっぱりここのが一番おいしい。だよね、うん、ここにあるんですよ、すぐに。ここレートよかった、おすすめです。ナイス、本当だよね。もう一番楽しみにしてたよ。あ、またかわいい。今センテラ3本入れた。これも安い。やばい、最高すぎる。じゃーん、また1時間ぐらい滞在しててちょっとだけ買いました。まだまだって思うかもしれないけど、これから私たちのオリア物語が続いていくんです。やばい、ちょっと入ってきたらこんなパチモンだらけ。やば、なんでも屋さん見え名前。ここいつも光が買うところ、釜山にもあったから行ってみます。また私足が痛くなってさ、エアフォース硬すぎて足が痛くなっちゃったね。だからクロックスでスリッパを買いました。後ろの文字だからなんかつけようかなと思って、で私は大好きなマイリトルポニーをつけました。何歳児かよって感じですよね。もう21歳です本当に。でも可愛いからさ、その場ですぐバッチもつけてくれてさ、もうこれで今から行動していきますって感じです。早く履きなさい、取るな今日はこれにしました。パイナップルココナッツスムージー、絶対美味しいでしょ。美味しい確定。喉が渇きすぎたのでゴンチャでパイナップルココナッツスムージーを頼んでます。絶対美味しいじゃん。この間何だった？マンゴー、マンゴー、マンゴー。飲んでみます。しかもいっぱい入ってる。本当だ、美味しい。おお。天才。はい、次に移動します。じゃあロッテに来たんですけど、お決まりのこれを食べたいと思います。ある？ちゃんと。このさ、アンチアンズみたいな、なんて読むかわかんないやつ、チーズ、クリームチーズ。焼きたてがゲットしたの、超美味しい、やばい。やばい、始まらないかなとか言ってたら今始まった。奇跡。すごい、どこから見たら綺麗なんだろう。多分ね、どこから見たら綺麗だと思う。すごい仕組みこれ。私の雨が言っているんですけど。下の綺麗かな、ここは。下に行ってみます。すごい。はい、サンタムシティに着きました。もう疲れすぎて足が重くなっているよね。で、サンタムシティに行く前に安定の、はい、オリーブヤングです。またオリーブヤング
もう取れないですね、私たちは。あの、1店舗で、あの、オリーブヤングセール中って物が揃わないんですよ。そう、だから、欲しかったものを、てかなんか今思ったけどさ、手に肩を置きたいのは絶対私よりもママの方だよね。ごめんね。今は新宿センタムシティに来ました。またオリアンで物を買い足しまして、今から、新宿センタムシティの横にあるロッテモールに行きたいと思います。プサンにもありました、無審査スタンダード。どうだった？なんもない。あら、はい、では次に移動します。ママはどっか行ったよ。真横のロッテを見終わって新世界に行きます。やっと新世界にたどり着いた。え、ちょっとやばいよ。え、足が疲れたのでスタバにやってきました。座って休憩したいと思います。いらっしゃい。決まった？ですね、最高。もうこれ定番になったね。これもう全部定番。美味しそう。見て、めっちゃいい天気だけ外。日が出てていいね。そう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 。涼しいし過ごしやすい。最高。やっぱりここは最高です。歩き回りすぎて疲れてるから椅子があればさ、どこでも座っちゃうんだよね。もうここの景色が本当にたまんないの。このセンタムシティやばいよ。すごいよね、本当にこれ壮大な。韓国で一番大きいあのショッピングセンターだよ。新世界の地下にこんなところがある。アウトレットかな。 MSG にマックスマーラ、 RKSA もある。え、ガニあるやん。え、本当だ、安くなってる。かわいい、ギラギラ。え、めっちゃブランド入ってるよ、ここら辺。へえ。もう韓国のさ、こういうところはさ、白基調としてて、もうなんかセンスが良くて購買欲がめっちゃ高まるわけ。スタンドオイルも、もうソウルに行かなくてもセンタムシティに入ってたから、なんか全然ソウルまで行かなくても手に入るようなのがいっぱいあったから、やっぱプサンも本当にいいなと思ったの。でグローブもめっちゃ可愛くて、だいたい5000円以内で買えるものがほとんどだったかな。めっちゃ可愛かった。で、センタムシティの下地下は今もうなんだっけ、日本人じゃなくて、あの若者の中で流行ってるような洋服屋さんとかがいっぱい入ってたのね。私インスタントファンクもわざわざアクションまで行かなくてもあるじゃんって思って、やっぱ可愛い。はい、今センタムシティからあのヘウンデに移動してきました。私らヘウンデが本当に大好きなんですね。だからヘウンデにある焼肉屋さん、まあ他にソミョンとランポにもあるっぽいけど、そこの焼肉さん、焼肉さん焼肉、ちょっとただいまプサン結構涼しいです。だからカーディガン必須だと思いますね。今あの有名な焼肉屋さんを調べていったら、まさかのめちゃめちゃ並んでて、だから今あのウェイティング、まあ、見えないやってて、そしたら普通にまさかのさ、前何年も昔に1回来たことあるところでした。その時もちょっと並んで待って入ったわ。だけど今は本当に12チーム待ちだ、チーム12組待ちだったのね。だから今からちょっとオリアンで時間潰してまた向こうに戻っていきたいと思います。開いてる。あ、モールプサンがありました。先に行ってみよう。うん、先に行く。え、ヘウンデ楽しい、いろいろある。カフェもここおしゃれだし、ここ
アモールプサンに行きます。じゃーん、今日探しまくってたやつさ、やっとヘウンデにてゲットしました。あと5組前にいるので今からまた戻って向かいたいと思います。またオリアンを買い足しました。で今からその焼肉がほら待ってたから今からそっちに向かって、あと5組待ちってことなのでそっちに向かいたいと思います。これはまたあの謎のカメラタイムですね。ポチック夜の貧乏ゆすりが止まります。めちゃめちゃ可愛くないですか、このマイルドルボン。見せて画面、あと一組でしょ。ね、違うあと一組です。あと一組です。ね、中に案内されたらメニューを渡されたのね、まあ、言ってもさ、おげつかで見たから、でもそのげつかで聞かないかな、もう見たくって感じで。完全なお店の名前をど忘れしたので、あの概要欄に教えておきます。そうだったっけ、あれ一人前一つが1400円ってことか。だからなるほどね、おいしそう。なんだろうこれ、おいしそう、おいしそう、やばい、おいしそう、マジで覚えてない、やばい、早く食べたい、わー、やばいよ。あ、全部お世話をしてくれるわけじゃん。お肉焼いてもうお皿にまで取り分けてくれたりとか、なんでこんなに優しいの、なんでこんな何でもしてくれるの、食べるだけ最高。なんか白菜とか焼いて、なんか食べ方とか教えてくれてさ、本当に優しい、優しい、大好き、焼き肉大好き。辛いのどかした方がいいよ。おいしそう。久しぶりのさ、ヘウンデビーチでさ、めっちゃテンション上がってたけどさ、もう奥の方に行く元気もなかったし、もう疲れてるので、もう顔がもう疲れてるよ知らないよ今。え、ここ光なんかフォトグレーみたいなとこあるけどどうする。15分くらいかけてやっとヘウンデから戻ってきたんだけど、夜の11時半です。今から歩いてホテルに帰ります。もう真っ暗、真っ暗だよ。もうホテルに帰ってきたんですけど、ホテルの中部屋がすごい荒れてるので見せれないので、今日はこれでおしまいにしたいと思います。また明日です。落ちて